パンギー、阿部が金網であのライオネスアスカと激突。2人はアスカを超えることができるのか。そして和樹の命運は。和樹選手は、はい、まあ今まであるようなあのカゴの中に入ってたものっていうのはコスチュームだって一応していたんですね、あの、はい、ですから一応自分の公認競技としてはペールカンらしいんですが、それ以外のものは自分の防災訓練の時に使うようなものっていうのは、はい、コスチュームの一環だと考えてくださいっていうのを言ってましたんで。そうですか、はい、あれはコスチュームです、競技ではないです、はい、競技ではないんですね、はい、あと早くもなんかロープを今何かコスチュームと自ら称する物を取り出して、脱出用の脱出に向かってるわけです。そうですね、もう戦いは無視して自分一人脱出に向かっています。あの天井には登らないと宣言してましたから、はいはい、そのまま、まあ、出るために登ることはあっても、はい、上で攻防は絶対しないって言ってますね。そういうことなんでしょうね。いかに他の選手はね、和樹をあの天井に上げるかってことですよね。はい、リング内では激しくアスカが阿部とファンを叩きつけています。モロクもカズキ転落しましたね。転落しましたね。なんともギブアップという声を上げているカズキ、これは認めるわけにはいきません。完全エスケープルール、ギブアップもノックアウトもスリーカウントも何もありません。さあ、STO だ、2人まとめて STO。 今回ファングが一番仕掛けたかったのは STO なんですよね。ははあのアスカがいなくなってからのファングの一番の特別はこの STO だったんで、はい、これをぜひアスカで決めたいと言ったんですけども、はい、天井の上で決めましたね。そうですね、阿部がちょっと端の方に行っているぞ。さてファングが逃げようとしている。いやー、ファングがエスケープか。あーっと、グレーンマスター、ファングエスケープしました。それにしましても倉田さん、はい、今のような技天井です。すごいですね、これは高いですもんね、これ高さね。すごいですよ、はい、5メートルあります、うわ、今度はアルゼンチンパクリカが、やっとエルボー見舞った、エルボー見舞った、タワーハッカーボブになったんですね。タワーハッカーボブに行こうとしたんですね。さあ、タワーハッカーボムに行くか、再びファン、タワーハッカーボムか、とちょっと滑った。と阿部もなんとか見せようとしている、とミステルオラナですね。ミステルオラナ見せましたね。それぞれの得意技を見せています。阿部がそのままエスケープしようとしているが、髪の毛を引っ張っているアスカ。そう簡単に2人の選手がエスケープというわけにはいきません。さあアスカが、さあ再びタワーハッカーだ、タワーハッカーだ、タワーハッカーボム、やっと上がってきたファングがパイプイス、パイプイス、ファングようやく蘇った。4選手が天井、しかし和樹だけは何もできません。和樹だけは何もできない。さあ2プラトンで、2プラトンでアスカを持ち上げることができるか。阿部とファング、おっと和樹が、あー、和樹が自ら持ってきたこの紐につく、あーっとアスカが返した。シャイニングウィザードを狙ったんですけどね。そうですね、自ら安全用にこのつなげていたロープに引っかかってしまいました。さあアスカが降りる。さあこれでカズキが降りればアスカ、カズキ組の、カズキ組の勝利になりますが、アスカエスケープしました。カズキエスケープできるか。ファングと阿部が蘇っている。宙吊りになった、和樹が宙吊りになった。まあ安全ロープに助けられたってことですね。そうですね、阿部が今度は降りようとしてますね。そうですね、あ、下からアスカが待っている、アスカが待っている。阿部はその勢いで飛びました。タワーハッカーに行くか、
パワーハッカーボム、あった、持っていけません、持っていけません。あー、やりました。いやー、平さんすごい、すごいですね、よく本当あの足場の悪いところで投げましたよね、あのファングの重たい体を、はい、ここまでやるのがライオネス飛鳥ですよね、やはり。そうですね、あの何をやっても半端なことで終わらないんですよね。そうですね、やると決めた以上はね、とことんまでやるのがライオネス飛鳥です、ね、うわ、下で伸びている阿部をジャイアントスイング、下で伸びていた阿部をジャイアントスイングしていました。今飛鳥、あーっとペールカムを投げようとしている。さあ、カズキキャッチできるか、キャッチした、キャッチした、カズキもペール缶で叩いています。ファングを叩いている、ファングも立ち上がった、ファング立ち上がった、ペール缶を投げつけた。さあ、ここでカズキ逃げられるか。あ、ヘルメット取りましたよ。はい、ここでエスケープできるかどうか、カズキの正念場、カズキの正念場。いや、安全ロープも取りましたね。はい、まだ残ってますよ、リング上、天井の上にいますよ。やった、天井でシャイニングウィザード、やりました。いや、平さんやりましたね。いや、怖いですね、見ていて。本当に落ちるんじゃないかと思いました。いや、よくやった、素晴らしい。さあ、ここはもう、あ、阿部が、阿部が敵チームであるはずの阿部がおいでおいでをしている、おいでおいでをしている。ウォンテッド復活ですね。そうですね、敵チームであるはずの阿部がおいでおいでをしている。なんと最後は阿部の声援を受けてカズキ降りました。アスカカズキ組勝利。いや、倉田さん、はい、ものすごい、ものすごい。いや、こんなことまでやるんですね。やるんですよ。いや、びっくりしましたね。